はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画46回目は2019年発売バイスクル1885です。これは USPCC のバイスクル誕生130周年記念で作られたクラシックタイプのバイスクルになります。それでは開封していきます。箱を見ていきます。メタリックインクが使われていてキラキラしてますね。1885、これね、バイスクルが一番最初に製造されて世に出た発売日ですね。横面がちょっと輝いて見えにくいですが、エアクッションフィニッシュメイドイン USA と両面同じように書かれてます。上はポーカーサイズカードって書かれてます。この辺もキラキラしてます。クロージャーシールはどうやらないみたいです。これがバック面のデザインでしょうか。このままメタリックインク使われていたらすごいんですけど、どうでしょう。この辺はバーコードで、まあ2019年で新しいので2019年でいつもの通り KY製で書かれてます。で、リサイクルマーク。それでは開封します。クロージャーシールがないのでそのまま、マジか、これちょっと開きにくいけど、おお、箱の裏までデザインある、すごっ。こっちバック面ですね。ちょっと照らしてみますね。箱の内部裏側の方もしっかりとデザインされてて、しかもこれメタリックインクですね。で、ジョーカーが前の方がでかい古いタイプの自転車になってますね。いつものバイスクル808なんですけど1885って書かれてます。で、ドルマーク、本当にドルっていう感じのマークになってますね。こっちなんかクイーンですね。これクイーンが自転車乗ってるってなんか初めて見た。こんなの、これ表の表紙面のやつだ。1885で、こうなんか製造年月日一応表記ありますね。2019年 Z から始まってます。で、インデックスと文字がフォントがいつものバイスクルと違いますね。おお、ボーダーがなくっていつもと絵柄が違って少し大きめに絵札が表示されてます。J もなんかかなりかっこいいフォントになってますね、これ。ダイヤがとんがってるんで全然インデックスとピップスのマークが違う。ハチがつながってなくってここ間空いてるタイプになってる。クラブがなんか木みたいな感じのクラブのマークになってる。ハートもとんがってますね、下は。で、1885のパンフレットみたいなのが、これバック面ですね。メイドイン USA シンス1885、これは多分ニューヨークですね。取水塔にバイスクルのマークが入ってます。マット調なのでメタリックインクではなさそうですけど、このデザインはなかなかかっこいいかもしれないですね。ボーダーはいつもと同じなんで普通ぐらいのボーダーです。じゃあ今の KY 製のスタンダード。実はね、こっち18年製なんで19年に作られたこっちの方が新しいんですけど、1枚分厚みがあるみたいです。滑りも全然良好ですね。あとはファロー入れてみます。ちょっと最初入りにくいかな。若干ファローが入りにくいのでトラディショナルカットではないかもしれないですね。
こんだけ蒸留混ぜたら入りやすくなってるかな。入りやすくなりました。ちょっと蒸留を何回か混ぜるとファローが入りやすくなります。2、3回シャッフルすると入りやすくなりました。バイスクル1885を開封しました。このね、裏面までデザインあるの、他のね高級トランプとかではあったんですけど、バイスクルでは裏面まであるのを初めて見ました。うん、できればね中のバックデザインもメタリックインクでやってほしかったんですけど、なかなかいいバックデザインだと思います。それではジャンル分けします。性能的には最近の KY の感じに近いんですが、若干ファローが入りにくいので、最近の KY のスタンダードからトレーショナルカットがちょっとされてないので、何回かシャッフルするとやりやすくなる感じです。ジャンルなんですけど、ヴィンテージのコンセプトとデザインでから、130周年記念で作られているのでコレクション要素が高いと思います。バイスクル1885でした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは